第2弾。第2弾、うん、これを12時間つけとく、うん、って書いてたよ。あれから、あれから2週間経って、うん、収穫を一度して今から第2弾、12時間つけるそうです。今からここにつけます。12時間、明日のこの時間まで12時間だから夜つけて帰った方がいいかな。夜中だよね、12時間以降だったらそうだね。まあ、ちょっと髪抜けんのでね。そうだね。そう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 、先ほど3時だったので、3時となると12時間後は深夜の3時になるため、今からですね、今から明日の朝キノコが取れるように今から入れますね。ちょっと減ったんじゃないかな。うんうん、触るの、触ってください。あ、なんかダメものがここにあった。ないからですよ。あ、そうなの。そう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 、上からさ、ジャバ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 っていう絵になってたよね。うん、あ、でも空気も出ないね。空気も出ない。含んだ。これで沈んでいくんじゃない明日の朝。ということで。はい、じゃあまた明日ですね。はい、おもしを入れないといけなかったみたいで。部長の名前。あ、これに？はい。その上。そう。それが。上に。バケツ。浮いてくるから。ああ、浮いてくるからね。どの面を下にしてもいいので。うんうん。あの、どうがいい？こうだね。こうだ。うん、そっちの方がいいと思う。はい。はい。ちょっと。はい。そこに置いてください。はい。はい。はい、それで動かなければ。まだ動かない。なんかまだね。だってこれより重たくないといけない、ね。そうなんだ。うん、安定感がない、ね。安定感がないね。うん、あ、いいんじゃないですか。はい。はい。明日朝マネージャーが取り出してくれるということなので、マネージャーバトンタッチします。動画撮ってね。2時間後経ちました。経ちました。はい。はい、じゃあちょっと取り出して。あ、ちょっと重くなってますね。お、なんか沈み具合がちょっと。あら、意外と重たい。じゃあもう一度収穫するために、よし。あ、うん。せーの。ほ。あら、これこっちが上？逆かも、ね。こうかな。うん。はい。じゃあ。はい、これからまた。寝かせて、はい、はい、第2回目の収穫を待ちます。待ちます。楽しみです。頑張ってね。